生きてることを伝えて叱るべき相手にも関わらずな。まさか。分かったようだな。純か。息子なんだから生きてることを伝えて当然だ。にもかかわらずミキコは連絡しようとしなかった。おっと、そうきたか。だが本当にその答えでいいのか。いや、だがおかしいな。純は俺とずっと一緒に行動していた。少なくとも警備会社の足崎ってやつを殺すタイミングはなかったはず。もしかしてアリバイトリックってやつか。おいおいおい、ちょっと待て、このコテのやつだ。マジで推理する前に違うってわからねえか。そもそもお前はジュンとずっと行動していて殺人鬼に見えたのか。バカなのか。いや、そんなわけねえとは思ってたが、あらゆる可能性を一応考えねえとだろ。推理するならよ。Sure, Kaito. ちなみに、ジュンを捕まえた時に聞いたが、奴は家出する時に部屋にスマホを置いてきたらしい。仮にミキコさんがジュンの今のスマホの連絡先を知って連絡しようとしてもジュンは気づきようがなかっただろうな。そういえば貞本さんもそんなこと言ってたな。だとしたら、実はお前らだったりして、依頼人のミキコのために Look at how confident Kaito looks. 殺してやってたんだ。お客様満足度 80% 超えは伊達じゃねえな。にしてもサービスがすぎんだろう。噂で聞いたことがある。松金組のカイト、ド天然のアホだってな。なるほどね、噂通りだったってわけか。それが分かっただけで俺は満足だ。さて、カムロ町に戻るとするか。センダー、車適当なところで U ターンさせろ。へい、待て待て待て、すまん、やり直させてくれ。 OK, if it's not you, it's obviously this smug ass driver over here. 実はお前らと、oh, same thing. お客様ま、I thought they were gonna like blank out both of the options while they were at it, but I guess not. Okay. Yo! I can frame myself! Let's go! I love this. I don't want to, Walt, but it's for the chat. Huh? それじゃあれか。This guy's reaction. 実はお前が二重人格で、お前の知らぬ間にグレン界の連中を殺して回ってるとでも言いてのが。なんてな、冗談だ。昔そういう映画を見たことがあってよ。あれなあれ。この流れで冗談ぶっ込んでくるお前の神経はどうなってんだ。空気が読めないのか。Holy shit. それともただのバカなのか。お前、葬式で笑っちまうタイプだろう。すまん、やり直させてくれ。白樺康隆だ。最初から怪しいと思ってたんだが、とんでもねえサイコ野郎だったみたいだな。はあ、誰だそいつ。あれってことは違ったか。いいか、ミキコさんが生きていたなら当然その真犯人に生きてることを告げるはずだったのに、告げようとしなかったんだ。そしてそいつはグレンカイと黒いつながりを持っていた。その証拠なら
お前の手元にあるだろう。お前結構バカみたいだから、もう俺が答えを教えてやろうか。いやいや大丈夫だ。そこまで言われて答えを教えられたら、探偵として大事なものを失っちまう気がする。だったらとっとと答えろバカ野郎。He's running out of patience. Okay, okay. He said it's someone that Mikiko should have turned to before anyone else. Obviously, that's her own self. Obviously. まさか、Mikiko か。待て待て。お前、これまでの話を。Oh my god. 聞いてたか。あれ、聞いてたつもりだが。さっきまでお前もピンときてたように感じてたんだが、俺の説明が悪かったか。どこからついてくるのか。 The guy is beginning to doubt himself. 幼稚園児でもわかるように、もう一度最初から長い説明を繰り返してやる。Igarashi could actually be a decent teacher at a school. 問題ね。ちょっと動揺しちまってよ。